いよいよ河口湖のシーズンが始まろうとしてるんですけども、まずこの湖の最大の魅力というのは、これは僕的な感覚ですけども、私的にはまずはでかいのが釣れる。で、このでかいのが釣れると言っても、そのどちらかというとですね、まあ関東というよりも日本で多分一番大きいのがたくさん釣れる釣り場じゃないかなと思うんです。それとあとはね、場所によってなんですけど、魚のこう綺麗な、すごく綺麗なヘラとちょっとこう長めのヘラとかいろいろあるんですけど、河口湖のヘラはどちらかというとこう座布団のようなね、なんていうんだろうな、丸みのある綺麗な魚が釣れるんですね。で、この綺麗な魚を釣るというのがこの湖の特徴でもあり、それと全体的に遠浅のエリアが多いですから、浅いところから引き抜いてくるという魅力がこの湖の特徴じゃないかな。やはりあの皆さんね、シーズンになるとこの湖にダーッとこう集まってくるわけですけども、その中でもやっぱりポイントがその日その日、あるいはその月その月によって違ってくるんですね。それがこの湖のすごく面白いところ、ここを読み取っていくというところですね。まあ、これをうまくガイドできたらいいなと思っています。今日はですね、あの河口湖の中でもちょうど中流部にあたるところなんですけども、朝鮮半島といって、ちょっとこう半島の岬の私今先端に入ってるんですね。で、前に左前にあるのは宇野島ですね、島があります。ちょうど今カメラさんの真後ろがこの畑場になるところですね。正面が東側になります。で、右側が南になります。で、どっちかというと本湖側の釣り方なので、やはり南東の風が吹くと有利になる場所です。で、当然遠浅なので、浅くて濁りもなかなか入りにくいです。本湖側からこう入ってくる魚がここでかなり、ここ必ずここ通るんですね。で、ここを通ってこのバンドの中でぐるぐる回ってまた出て行ってまた入ってきたり、この通り道に今私が餌を売ってるという、感じなんです。で、打ってる水深がこのぐらいです、ね、全部で1メーター弱ぐらいです。これでもこのバンドの中では、深い方なんです。右側の方でやってる方たちは私のところより10センチから15センチは浅いです。それでもここに入った魚というのは口を結構使ってくれることが多いので、逆に上から見るともう餌が見えるんです。見えるんですけど、群れで来るとその餌を食うっていうような場所ですね。この際から、その島の際からドーンと落っこって本流に、本流とか本湖なんですね。なので左に行けば行くほど深くなり、右に行けば行くほど浅いんですけども、まあ、どこまで浅いエリアで食うかというのは、まあ、その日によって違うような状況ですね。まあ、後ろ側が産卵場所なんで、ここに魚が、次の産卵を目的で入ってくる魚がここでぐる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 回るわけですね。それが口を使うと。で、逆にもう後ろでバタバタ働いているような時は、なかなか口を使ってくれない場合もあります。その時はワンゾの中を、草をこう買って釣りをする場合がありますけど、もう本格的な畑は一回終わりました。で、次の畑に入る魚が今この真ん中の馬の背の周辺に残ってるんですね。